はい、皆さん、こんにちは。ということで、セクバーサラフォースメラギの千の利休の最終戦やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、前回はですね、なんだっけ、バビスケとサビスケが、スーパー合体しましてですね、千の利休がやっと完成したっちゅうことで、実に待ちわびたぞ、友よ。して、そちらの若者が千利休と申します。何とぞお見知りおきよ。おお、バビスケっぽい。これより我が師久秀の命に従い引きずり出します。あなたの五臓六腑に至るすべてを。ほう、世のすべてときたか。大きだな、友よ。だがそれがいい。なるほどね。羊の皮をかぶった狼的な、そういうやつね。その熱き本流が全てのものを照らしゆくだろう。この今も行く末も、そして私の内に眠りしかけらをも。はい、どこまで行けば。なんでそこで松永さんが関係あるのかよくわからないですけど、はい。お、これ昨日結局この足利ちゃんに会いに行くから、結局同じっていうね、この道はね、知ってるよ。こいつら殴ると攻撃してくるんでしょ、俺に。それはね、嫌だ。これ多分ね、殴らなければね、何もされないんだよ。我が師よ。と。まあちょっとアイテムは回収していこうかな。ほとんど役に立たねえけどな、こんな。今更。あ、なんかあるじゃん。あ、こいつでさ、ビーム出せたらさ、それがいいんじゃね？に。よいしょ。暁丸来い。暁丸。もう絶対無敵主人公来たし。シャキーン。僕は災い。尊敬すべき相手を、神を、罪なき人を、友を、死に至らしめた災いです。なるほど。この鍵のいもまた心地よいな。うおー、怖えよ。これでこれより世の日の本のあるしか。待っていろ、熱を求め、凍えかけし共がらよ。足利の者として、世がその方を導こう。この世に生まれ落ちてよかったと、そう思えるように。相手の心が読めちゃうんだよね。強いよね。無敵だよね。並べる方がなくなるのは寂しくもあるが、なあ。最強戦士じゃないか。これが心、人の根源となりうる宝。名も知れぬ一人の子に愛されし歌か。痛い。あー、無敵なのに。あ、倒した。ありかよ、それありかよ。これ最終戦とかマジありかよ。ほぼムービーゲーじゃねえかよ。サビスケ、サビスケ。
もう髪の毛ばらけたり結んだり楽しそうだなこいつ。ほわ、おう、どれ、試みに一つを二つに分けてみようか。なのに良き宝への返杯だ。気兼ねなく受け取りたまえ。サラサラ、うむ、そう、Kには、激しい別離を送ろう。サビスケ、ワビスケ、え、あの二人何でもできちゃう系なの？どういうことやね。非常に分かりづらかったよ僕は。乱世を駆け抜けた英雄、創世の御子。こうして一人で歩くのにも慣れてきた。おお、はい、ということでね、無事二人になれましたということで、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。